ウルフアワーは2019年のアメリカ合衆国のサイコスリラー映画。監督はアリステア・バンクス・グリフィン。出演はナオミ・ワッツとエモリー公演など。サムの息子と名乗る凶悪な殺人鬼が殺人や放火を繰り返し、ニューヨークの街を不安と恐怖に陥れていた1977年の夏を舞台に引きこもりの生活を続けていた。 女性作家に忍び寄る恐怖を描いている。1977年7月、大規模なブラックアウトをきっかけに、ニューヨークでは暴動が相次ぎ治安を悪化していった。同じ頃、サムの息子と名乗る連続殺人犯が現れ、世間を震撼させていた。ジューン・ミーリーは世間の喧騒をよそに実質に引きこもっていた。若い頃のジューンは小説家として活動しており、 カウンターカルチャーの世界で名声を博していたが、ある出来事をきっかけにイント遁ン生活を送るようになっていたのである。そんな中、ジューンの家の呼び鈴が久しぶりになった。ジューンはしぶしぶ応対に出たが、それが悪夢の始まりになるとは予想だにしていなかった。2017年10月20日、アリステア・バンクス・グリフィン監督の新作映画に、ナオミ・ワッツが出演することになったと報じられた。 11月28日、ジェニファー・ E ・リー、エモリー公演、ケルビン・ハリソン・ジュニア、ブレナン・ブラウン、ジェレミー・ボブがキャスト入りした。同月、本作の主要撮影がニューヨークで始まった。2018年3月5日、ダニー・ベンジーとソーンダー・ジュリアーンズが本作で使用される楽曲を手掛けるとの報道があった。二千十九年一月十六日、本作は 三段ンンス映画祭でプレミア上映された。6月26日、ブレインストームメディアが本作の全米配給権を獲得したと報じられた。11月12日、本作のオフィシャルトレーラーが公開された。本作に対する批評家からの評価は平凡なものに止まっている。映画批評集積サイトのロッテントマトズには十六件のレビューがあり、批評家支持率はント。 平均点は10点満点で5.4点となっている。サイト側による批評家の見解の要約は、ナオミ・ワッツは持てる力のすべてを出し切っているが、それをもってしても、ウルフアワーの欠点、伏線を張るのにあまりにも多くの時間を費やしているという欠点は相殺できていない。となっている。また、メトクリティックには6件のレビューがあり、高評価はなく、賛否混在は5件。 低評価は一件で、過重平均値は42、100となっている。ありがとうございます。